DS PDS Hey, アイスメルムさんって今日なんとね、テレビでよくやってたやつ、体育番組なんかあんま面白くないんだけど、スプーンでね、遊んでる芸人たちがいっぱいいるんですけど、僕はねそのスプーン遊びで頂点をね取れる自信があるんですよ。だけどね、出演依頼は来ないんでできないんですけど、これを機にね、出演のオファーが来たらいいなと思ってこれを買ってきました。でぃミリオンスプーン、みんな多分見たことあるようなないような人、まあ 60% が見たことあると思うんですけども、これ僕もねプロフェッショナルなんで、運動神経だけはね僕はね譲れないっすね。運動神経は世界一緊迫したスプーン運び6歳以上。ほう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 。では開けてみたいと思います。スーパーぼったくりです。おーおー、匂いがすげえ。うわー、組み立てたよ、ふざけんなよ。なんだこれ。とりあえずカットできました。これが第1ステージ、あの滑り台が第2ステージ、第3ステージ、最後がこれ、ここに乗っけるっていう。で、このくるくる回るやつがすごい原始的で、ね、マクドナルドに出てくるおもちゃみたいな音がします。ハッピーセット。よし、で、やっていきましょう。何秒でできるかみんな測ってください。ストッピーウォッチを用意してますか？いくぜ！俺もうやばいからな。もうこれね、俺すごい結果出したら、オファー出すよ。よし、行くぜ。これをくぐらすんだぞ、最初。行くぜ！よし！よし！で、今度はこっち。滑り台、ここで乗っけて。うおぉ！わかった！むずい。もうちょっと待って。もう一回。あれ？ぶっ壊れたもん。は？え？ちょ待って、ぶっ壊れたっぽい。いや、ぶっ壊れた。ほら、ネジ巻けないよ。ほら！は、調子ぶっこけろじゃん。まあ、いいや。じゃあ、第2ステージから、これもしょうがないんで、不良品だったんで。ではね、やっていきたいと思います。このね、スプーンもついてきました。よし！こっからだ。いくぜ。ほっ！来い！ほっ！おーい！で、次は第3ステージ。で、ふっ！待ってたー！あー、なんでむずっ！ちょっと待って、待って。ふっ！待てよ！ダメだ、ダメだ。どうやっていけるんだ？ほっ！こうして、こうしたら OK じゃん。俺天才だ。スプーンごとはダメなのかな。まあいいやん。とりあえずクリアしちゃいましょう。うわー、むずい。ちょ、待って。あこれ跳ねるべ。これプラスチックだから。わーちょー、うわー、どうも。こうして。あ、こっから落とせないんだ。うわー、ダメだ、むずい。仕方ない、もう一回やるぜ、今の感覚で。うわー、あー、できた、今できた、できた、今一発でできた。やればできる子です、僕は。おちょー、では最終ラウンド、このねディック棒にねこの金玉を乗せます。おちょー、うわー、むずい。うわー、うわー、あー、ちょっぱー、うわー。これ、思ったより難しいよ。俺ほんとね、もうちゃちゃっと終わらせようと思ったのに。できたいや、これむずいわ、疲れるわ。これより難しいのがね、これなんですよ。これもっとちっちゃい穴で難易度が難しく変えれます。とりあえず、まあ、クリアしたんで、僕の勝ちっす。ぜひぜひ、体育会、なんとか TV、もしなんかあんだったら、僕呼んだ方がいいです。ってことなんで、みんなも、家族や、ね、旦那さんとやってみてはいかがでしょうか。See you！ PDS 株式会社。